皆さんこんにちは、三原一太です。中野人です。ピチピレへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、さて本日お話ししたいのは、はい、日本史の中でも、まあ、世界史の話もちょっとできればしたいと思ってますが、はい、出てくる、事件とかの名前の後につくですね、はい、乱とか、はい、変とか、はいはい、何って話です。確かに変って何ですか。変って変ね思っちゃいますもんね。そうそうそう、紛らしいんですよね。なんか実はその区分を、はい、結構間違っている情報が広まっていたりとかしていることもあって、ですね、これがこうだっていうのが、はい、なかなか分かりづらいかなと思っております。乱、変、はい、ちなみに中の人、なんとかの乱、なんとかの変って言ってなんか思いつくものあります？まあ出身が京都っていうこともあるんで、お応仁の乱、おーいが、やっぱ乱といったらそれが出てきますね。乱といえばね、いやもう日本の代表的な乱のうちの一つですよね。ですよね、間違いない。変といえば、うん、まあ何年か前にも流行りましたけども、本能寺の変。何年か前に流行ったの本能寺の変。あのエクスプロージョンっていうダンサーさんが、うん、吉本の、あの本能寺の変をモチーフにしたあのダンスが、はいはいはい、あったかも。あったんですよ。あったあった、はいはい。まあ、その他にもいろいろ関ヶ原とかのやつを、歴史のやつを動画にされてるんですけど、まあ、あの変はそうですね、本能寺の変が、まあ、何と言われれば出てきますね。そうですよね、はい、はいはいはい。あのですね、はい、よくこれをその成功したもの失敗したものみたいな、はい、あ言い方をすることがあるんですよ。ああ、はいはいはい、それで分けてる言い方を。そう、でもそれってあのどっち目線にかよってそうなのよだから、はい、あの別にこれ僕学者さんでも何でもないんで、はい、否定するわけじゃないんですけど、はい、多分、はい、それ違います。はい、あの多分ですよ、はい、でも多分それ違うと思います。あの成功している方が変、はい、失敗している方が乱っていうね、なんかいうことを言っている方が多分いるんだと思うんですけど、はい、多分違いますとちょっと、思っております。はい、例えばですね、応仁の乱って、はい、何が失敗で何が成功か全く分かんないんですよ。もうそもそもだからさっき言ったみたいにどっち目線の話だっていう、はい、そうですよね、はい、本能寺の変にしたって、はい、そのクーデター的な、はい、行動を起こした明智光秀が、はい、信長を討てたから成功したんだと考えるのか、はい、いや信長側から見ればそうですよね。そう、大変な事件が起きたんだっていう言い方もできますから、はい、本能寺の乱ですよね言い方的にはね、はい、ちょっと そこら辺の考えが難しいなと、はい、で、ま、正直ですよ、はい、別にその違いが分かんなくても日本史とかをこうねちょっと詳しく調べてみようかななんてこと思った時に困ることはないです正直ないです。まあそうですよねなんだけど、はい、まあ、あのせっかくなんで今日は覚えて帰ってってください。そうですね、まあ、知っててね損はないですから、はい、乱と変なんですが、はい、基本的にはですよ、基本的には、まず主体となる権力があります、はい、これに対して何が起きているか、ほう、その誰が起こしているのかとどういうシチュエーションで起きているのか、ほう、この組み合わせによって乱か変化というのが決まっています。ほう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 、もうちょっと砕いていってもらって、ですね、一番簡単なのから、はい、まず乱、これはまず、反乱や反逆謀反、はいはいはい、的なことを乱と指すことがあります。武力衝突ですね。はー、はい、あるいは、とある権力を奪い合う合戦も含む混乱を乱、乱、はい、と言ったりします、はいはい、分かりやすいのだと2番の、今2番目に言ったやつの分かりやすいのだと、はい、平将門の乱なんていうのは、時の朝廷に対して平将門っていう人だからが、はい、まあ元々朝廷 あの 武士の初めの方の人ですけど、新しく自分で関東で力を蓄えたんで朝廷と敵対しました、はい、という
乱ですよね、はい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 、世を乱したわけです。なるほど、はい。で、権力への武力による反乱っていうのは、はい、まあ、いわゆる読んで字のごとくその反乱は大体この乱で、はいはいはい、本能寺の変はじゃあ本能寺の乱なんじゃないのと。はい、そうですよね、まあ、権力対権力っていうことならば、はい、なんですけど、はい、ここでそのシチュエーションっていうのが関わっています。お、なるほど、はいはいはい。変というのは、はい、その権力内の人たちが、はい、その権力の中のポジションを奪い合う、はい、まあ、あるいは取って代わろうとする、はい、ものを何とかの変と呼ぶことが多いです。なるほど、じゃあ内輪のものは変。そう、ただこれも結局どこを内として見るかっていう区切り方によってちょっと変わってくるので、今正直何とかの変と何とかの乱どちらも言いますみたいな事件は結構多いです。あ、もう全部事件でいいんじゃないかって思っちゃいますよね。まあね、ただ一応その言い方によってどういった規模のものなのかっていうのがちょっと分かりやすくはなってるんですよね。なるほど、全国的に展開しているものかなり影響力の大きいものが乱、はいはいはい、でやっぱり局所的なものが変みたいなイメージはあります。これがちょっと本当に正しいかどうかちょっと自信ないですけど、はい、例えば承久の乱というものがあります。承久の乱、はい、これは鎌倉幕府ができてすぐの頃に朝廷側が、はい、鎌倉幕府が権力を持ち出したことに対して、はい、兵を挙げたんですよ。おー、やべえぞやべえぞと。そう、はい、あいつらちょっと力持ちすぎだぞ武士の分際でみたいな、うん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 、ことで後鳥羽上皇っていう人と、はい、時の、上皇のと一緒にいた天皇と、まあ、上皇さんが、はい、反乱を起こすんですね、はあはあ、ところがですよ、ところがこい、いやいや言うて天皇やん、はい、反乱おかしいですよね、乱ん反みたいなそもそもみたいなそういうね、まあ、細かいところ、まあ、てか細かいことを気にするのが歴史学ではあるんですけれども、ところが気になる方がいらっしゃったら上級の変っていう風な言葉を使ってる方もいらっしゃいます。なるほど、はい、あとやっぱりその朝廷の周辺で起きるその政変、はい、事変に対して変っていうものがつくことが多いですよね日本だと。時が下って幕末金門の変とか、はい、あるいは幾野の変とか、はい、っていうのもいわゆる大きな反乱ではない権力側に結局押しつぶされてしまったものではありますけれども、はい、その権力内でのイニシアチブの奪い合いみたいなもの、はいはい、あるいは事変みたいなもの突発的な事変みたいなものに関してはなんとかの変とつくことが多い。ほう、ちなみにその事変とまた変は、はい、ほぼほぼイコールだと思ってください。あ、ほぼほぼイコール、ほぼほぼイコールというのも、はい、事変政変っていうもの、はい、をひっくるめて変って言ってるような、変の中に事変がある。そうです。なのでこの変の中今、3つ乱が2つ、はい、で変が、まあ、1個ありましたが、はい、もう1個変の中に政治的な陰謀事件のことも何とかの変って言ったりとかします。あ、なるほど、はい、いろいろ分散されていきますね。そう、なので、まあ、もっとざっくり言うと乱ってなったら、はい、まあ、なんか武力衝突が少なくともあるんだな、あ、はいはい、変って言ったら、はい、なんか政治が関わってんだなと、あ、はいはい、分かりやすいですね。そうって思うと分かりやすいです、はい、なるほど、はい、そして、はい、まあ、ついでなのでちょっと、もう一つ二つ乱と変というかそれに類することを言うと、はい、クーデターという言葉がありますね。ありますね、はい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 、これ、もうちょっとこれどっちかと変に近いです。なんかあれですか、政治的でなんか 内乱というか内輪からですよね、はい、それも、クーデターをきっかけに、はい、内乱が起きたりはします。あー、なるほど、あ、そこはイコールじゃないんですね。そう、クーデターっていうのはあくまでその一撃を指すので、はあはあはあ、その後の戦争のことではないんですね。なるほど、権力の中で起きた武力を伴う権力の奪い合い、はい、てか奪う行為、はい、それをクーデターと呼びます。だから軍部、はい、あるいはその軍人さんが起こしたものに対してクーデターっていう、ね、名称がつくのが多いのは
なんかこう逆説的に言うと当然というか、ほうほう、彼らはそのやっぱ軍事力を背景にそういった事件を起こしますから。なるほど、はい、それがなんかこう変って言ってもいいと思うんですよね、日本語で翻訳した時に。クーデターのことを、そう、クーデターのことを変って翻訳してもいいとは思うんです。ただ、はい、クーデターにはほぼほぼ 100% 武力の行使が伴っているんだ、はい、というのが間違いなくくっついてると思ってください、はい、そして、はい、革命という言葉があります。革命、はい、なんかまさかここで出てくるとは思わなかったですね。世界史とかをこう調べていくときに、はい、このクーデターとかなんとかの乱、はい、なんとかの変みたいな後に、はい、この革命的な出来事が起きることが多いんですよ、はい、なのでなんとなくその一種類だと思っている方がもしいらっしゃったら、はい、あの間違ってるわけじゃないんですけど、もうちょっと革命の方が含むものが大きい言葉なので、はい、なるほど、そうですね、これもすごいフィーリングなんですけど、まあいいでしょう、1ペディアを見てる人同士でフィーリングを共有しましょう。はい、しましょう、はい、クーデターっていうのはもう本当に一撃です。はい、変っていうのもほぼほぼ一撃です。はい、はい、乱っていうのはそれがなんとなく乱打戦になります。はい、続きます。はい、革命っていうのはそれによって起きた結果を指します。はい、あ、まあそうですね、結果にってことね、当然その結果を指すし、そこに至るまでの過程も含めて革命ということも言いますが、あくまでその行為そのものを指していくわけではないと。あ、なるほど、はい、っていうのが、あ、一番あれかもしれません。つまりどういうことっていうふうになるかもしれないんですけど、はい、例えば、IT 革命とか、はい、産業革命とか、はい、別に武力を伴ってないじゃないですか。そうですよ ね、お金の力という暴力はあのもしかしたら伴っていたかもしれませんけど、ね、捉え方ですけどね。それはまあ別の問題なので、はい、あのいろんなそのなんていうんですかね、抜本的にそして短期的に何かその概念だったり組織だったり、っていうものがガラッと社会構造とガラッと変わること、はい、そのこと自体を革命というふうに言うので、うん、まあ、あくまでもその今今日ご説明した乱や変やクーデターと全く同意義のものではないんだよということだけちょっと覚えておいていただければいいなと思っております。はい、本日は歴史の中に登場するそういった言葉のちょっとした意味合いについてお話をさせていただきました。はい、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。